はい、どうもセブンナイツ大好きおじさんルールカです。はい、前回ね、121連、引いたんですけれども、2体出ました。で、あと2体ぐらいちょっと欲しいなと思いまして、追加で、ルビーを手に入れてまいりました。で、まあエースが出ればまあそれもそれでラッキーっていう形で、まあちょっと行こうかなと思ってます。で、育成もしなきゃいけないので、まあ今回も121連で行こうかなと思っております。はい、まあ、きっと来てくれるであろうと信じてます。遊んでもいいけど、まあちょっとね、これすごいよ。一生懸命デイジー育てたけど、アリーナでは私のパーティーとは噛み合わなそうなんで、まあ降臨とか降臨じゃねえか、まあ降臨もそうか、イニシエの塔とか、あとストーリーをクリアしていくのに、まあ、使っていこうかなと思ってます。で、やっぱりジェイブの方が強いって、ジェイブに戻っていっちゃうんですよね。なので、まあ、そうなると、ちょっと武器もね、武器っていうか、貝もやめて、貝も、エヴァンに戻そうかなっていう風にもちょっと考えてきちゃいますね。今そんなところですかね。まあエヴァンなのやっぱり反射ですよね。あと基本防御力の高さで、今日手に入れた旗が敏将で手に入ったんでね、まあ、これを装備すれば敏将も上げられるんで、なのでちょっと貝からエヴァンに戻していこうかなと思ってます。まあ、ここら辺はね、使い分けで、魔法パーティー作るっていう風になったら貝の方がいいかもしれないし、まあ、そこら辺はまあ様々だと思うんでね、まあ、ちょっといろいろ試しながらやっていきたいと思います。はい、じゃあ早速引いていきたいと思います。今日は何して遊ぶ？ガチャ引きます。はい、ほほほ、いいね、いい筋肉。じゃあ右下から時計回りでいきます。はい、デイジー、ラクーン、シルビア、エレン、セイン、カロン、来ちゃいました。やべえ、今日の引きはすごい。あー、レイチェル、レイチェル、しかも星5出てた。これで俺セブンナイツ全部持ちになりましたね。ルリ、レイチェルか。まあこれでフレンドに頼らずともいけるようになるのかな。はい、うん、まあこんなもんだよね。レイチェル出た後だからね。真ん中から時計回り。おお、ブラックローズ。いいかもね。ブラックローズもね、貫突できんだら、ジン。貫突させたいんでね。あれ、ジン？最後。
おお、ブラックローズ。すげえ。なんだこれ。面白いな。ブラックローズ、これで何体だろう。まあいいや、ちょっと後で見ましょう。これで33連目。あっと。はい、整理してまいりました。多分ね、あと、1、2回整理しなきゃいけないかもしれないんですけど、そちらもね、またカットしてやっていきますんで、よろしくお願いします。さあ、22連引いたから、次で33連目。はい。はい。おー。ひどい。真ん中から反時計回り。いいな。こう、あ、ここ。カリン。キャティ。うん。トイ。44年目。から時計回り。ベイン。ゾンビ。骸骨が3体並んでますね。これは勝利？アリエル。アリス。55連目。はい。うん、まあまあ。右下から時計回り。分流。ラクーン。ベリック。おお。ん？クロップ。やべえな。動物園だ。ここに動物園の園長がいるんだろうな、きっと。と思ったらレオ。マジか。完全なる動物園。66連目。うわぁ。エレン。エレンじゃない、エルニア。スニッパー。シルビア、爆死。ひゃあ。77連目。はい、戻ってまいりました。66円だったか、77連目。77連目。ほい。左下からキャティ、ユリ、デリック、ベイン。爆死。88連目。よし、じゃあ真ん中から、反時計回りで。カロン。シルビア。ウンリュウ。
ルーシーかな。ジョーカースニッパー爆死99連目で左下から時計回りで最後に真ん中リンリン、ペペ、ショウイ、まあリンリンとショウイはいいかな。これで110連目そうだよね、99足す11、110出ないね。お、出た。さあ、両夫でしょうか。孫悟空。なるほど。サラ。おお。え？え？アイリーン。おお、セブンナイツ。アリス。アイリン2体目か。孫悟空はいらんな。120連目。まあでも2体って増えていけばね。いや、リョフ出ないな。エースも出ない真ん中から時計回り。ラクーン、ベリカ、ジェーン、ブラックローズ。これでブラックローズ煙突。あ、これ星5リンリンじゃない。おお、楽まあ以上です。まあでもセブンナイツ2体、次のクエストが進まなくなるから、セブンナイツ2体っていうのは神引きですね。アイリーンがこれで2体、まあ、いろんなところで楽になりますね。で、これブラックローズも育てれば煙突で、リンリン何体目だろう。リンリンが3体目か。チンタは5体ですね。まだまだちょっと遠いね。はい、というわけでね、120連やっていきましたが、結末を言うと、まあ、レイチェルとアイリーン
が出たということと、あと孫悟空が一体出たというところですよね。狙っていたエース力が出ずなので、まあ残念ではあるんですけども、まあセブンナイズ2体出たっていうのは大きいんで、大切に育てていきたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。